来たよ。はい、こんにちは。今回は日本人最強ボクサーが味わった高く険しい世界タイトル戦を紹介いたします。自慢の強打を序盤から振るって対戦相手を次々と沈めてきた渡辺選手は、7戦目で赤城選手を破って日本王者となり、10戦全勝、10KO の戦績を引っ提げて世界ランキング1位に駆け上がり、世界挑戦いたしました。もうスタートから渡辺コールです。東京体育館、デビュー以来常に相手を倒すことだけ実践してきた渡辺選手は、初めての世界戦でもいつも通り前に出て世界王者に強打を浴びせます。王者エルナンデスは身長が180センチもあり、普段は距離を取ってアウトボクシングを試みますが、この試合では接近しての打ち合いに応じ、左アッパーを多用いたします。6ラウンドに入ると王者エルナンデスのコンビネーションが冴え渡り、試合が一方的になってきたところで、レフリーは試合をストップいたしました。デビュー以来12試合連続ノックアウトという快挙を成し遂げ、その試合スタイルから何話のロッキーと呼ばれた赤井選手は爆発的な人気を誇り、ノンタイトル戦ながら全国中継され、世界タイトル獲得は間もないと注目されておりました。14戦全勝の赤井選手に対して、王者ブルース・カーリーは30勝7敗とすでに7敗しておりました。これまでの赤井選手の数々の豪快な KO 勝利から赤井選手の王座戴冠が期待されており、赤井選手自身も7ラウンド KO の KO ラウンドまで予告していたのでした。初回から激しい打ち合いとなった戦いは、6ラウンドに赤井選手が左右のフックを上下に打ち込み勝負をかけましたが、王者カリは応戦し、7ラウンドになると今度は逆に王者が勝負をかけてまいりました。世界王者への希望は、母校の近畿大学記念会館で七夕の日についえ去りました。葛西選手はアマチュアでは高校の時に国体で優勝するなど活躍をし、44勝4敗のアマチュア戦績を引っ提げて定見ジムからプロデビューいたしました。プロ入り後順調に勝ち進み、日本王者と OPBF 東洋太平洋王者になり、無敗のまま世界王座に挑戦いたしました。
葛西選手の前に立ちはだかったのは2階級制覇王者のウィルフレッド・バスケスでした。バスケスはスピードはありませんが強打の持ち主で、38勝のうち30もの KO 勝利を積み上げておりました。33歳の王者バスケスは4ヶ月前に横田選手との防衛戦で苦戦したことから、無敗で勢いのある葛西選手が有利と見られていましたが、バスケスは初回に立て続けにダウンを奪います。初めての世界戦で緊張している葛西選手を、経験豊富な王者バスケスは立て直す時間を与えず猛攻を仕掛け、6度目の防衛戦を1ラウンドで終わらせるのです。佐藤選手はアマチュア時代には村田亮太選手を1ラウンドで下したり、全日本5連覇などを含め13回も全日本王者に輝きました。プロ入り後も順調に勝ち上がり、 OPBF 東洋太平洋王者となり、14戦全勝の戦績で世界王座へ挑戦いたしました。佐藤選手の階級のミドル級はヘビー級とともに歴史があり、層が厚すぎる階級で、 WBA 世界ミドル級王者フェリックス・ストルムはあまりにも強すぎました。王者ストルムのボクシングスタイルは鋭く速い左ジャブで試合を組み立て、相手がパンチを打っている間はガードに徹する攻防分離のボクサーなのです。佐藤選手のパンチをことごとくガードする王者、そして王者の高速ジャブは防ぐのが困難で、どんどん佐藤選手の顔面を貫いていくのです。7ラウンド、佐藤選手の攻撃を王者ストルムは鉄壁のガードでまたもや阻み、左ジャブを中心にコンビネーションで迫り、戦いに終止符を打ちました。アマチュアで56勝した八重樫選手はプロデビュー後5戦目で OPBF 東洋太平洋王者となり、当時の世界王者の日本最短記録を狙い、7戦目で世界タイトルに挑戦いたしました。今日は絶対王者イーグル、今日は八重樫明。王者イーグルは17勝1敗の戦績で、今回が4度目の防衛戦となりますが、攻守ともにレベルの高い王者で、左ジャブと右ストレートを軸とする絶対王者で、当時ミニマム級最強のボクサーと言われておりました。WBC 世界ミニマム級チャンピオンイーグル、八重樫選手はイーグル共和に敗れてから4年4ヶ月の間、
急戦戦い、速いフットワークと音速の拳に磨きをかけ、スピードで王者ポンサワンを翻弄するのです。王者ポンサワンはムエタイで280勝しており、プロデビュー後も23勝3敗と数々の激闘を繰り広げ、ダウンしても立ち上がって逆襲するターミネーターと呼ばれる不死身の王者です。8ラウンドに八重樫選手が高速の連打で王者を追い込みましたが、王者は踏ん張り、なんと逆襲をしてきたのでした。驚異的なタフさを誇る王者ポンサワンは得意の打ち合いに持ち込み、八重樫選手は徐々にダメージが重なっていきました。しかし10ラウンドの終盤に八重樫選手が強烈な右カウンターをヒットさせ、そして音速の拳を爆発させると、不死身の王者は反撃ができず、レフリーがこの激闘に終止符を打ちました。